そのショッキーは一体どうなったの？そのまま今度はウソッキーの図鑑を完成させるっていうサブ任務に突入するかと思ったわ。あ、イーブイも入っとんやね。イーブイとウソッキー。はい、一旦村に戻ります。てかあれか、ウソッキーには格闘技も効くのか。え、岩に格闘が効くってこと？岩以外にもタイプあったっけ。あれ、岩じゃなかったんかな。さあ、そしてまだ結構あった。アローラ地方から来た警備隊のヤンさんはケオケオと呼ばれるロコンを連れているそうです。どういうこと？名前？話を聞いて調査に当たってください。サブ任務83、真っ白ロコンの雪隠れ。真っ白ロコン？いいね、いいね。え、私が今持っとるロコンは白かったっけ？普通のロコンではなかった気がするんやけど。真っ白ロコンの雪隠れ。よし。また、村の外やね。順調、順調。一個一個のサブ任務にもストーリーがあるけんいいよね、ちゃんと。ここか。純白の凍土。そういう純白の凍土さ、ん？この人か？アローラ。君を待っていた。ケオケオたちが遊びに出たきり帰ってこないんだ。探す手伝いをしてくれ。ケオケオ？おっと失礼。故郷のアローラではロコンをケオケオと呼ぶのだ。てかそうよね、アローラの人よね。ケンケン。かわいい。おや、お前は遊びに行かなかったのか。めっちゃかわいい。ください。この子がアローラのロコンさ。雪に溶け込む白だろ？一人で探すと難儀でね。まだあと5匹帰っていないんだ。あと5匹。ロコンたちは雪崩坂のあたりで遊んでるはず。探し出し、帰ってくるよう伝えてくれ。純白の凍土に隠れるロコン、アローラの姿を探す。あと5匹。なんて、どのあたり？え？どこ？え？どこ？え？どこですか？え、ここには別に、あれ？何も書かれてないってこと？書けよ。どこら辺って言った？なんか坂っつったよね。なだれ坂がどこだかわかんねえんだが。全くわかんねえんだが、どこだよ。地図に載ってない地名やめていただいてよろしいでしょうか。なだれ坂のあたり。とりあえずさ、ちょっと先に、なだれ坂わからんし、この辺でね、え、ここやったよね、確か。うん、滝壺で待ち合わせしよった人がおったやん。あれをちょっとね、もう一回見に行こうかなと。で、なんか道に迷うような人じゃないみたいなこと言おってけん。そういえば私は、この滝のね、反対側を見てなかったけんさ。ん？どこ？こっちであったんかな。じゃ、その反対側のところを見ていこうかなと、思いまして。一応滝違いかなと思って、違う滝の方もね、行ったけど、全くおらんかったけん。ってことはおそらく、滝違いではなく、ま、この滝の周辺ということなんだろうと。こっち側確か来てなかったよね、私。お、音がしてきたか？してきてないか？あ、そう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 。で、ここがもう滝の上なんよね。で、多分、あっち側に人がおったんかな？
え、こんな場所おらんくね、絶対。え、おる？あ、あれ人じゃない？なんか人おったよ。ねえ、人おったよ。待って待って。これ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 。なんか、え、これ違う人かな？もともとの人かな？よいしょー。違う違う。川に突っ込まないでくれ。あ、違うね。国一のやつめ、道に迷ったな。おう、調査隊。製造隊の国一を見なかったか？滝壺のそばで待ち合わせ。そういったくせに来やしね。え、反対側？対岸にいる？あんたが来なければ凍るまで待っているところだった。あ、この人でアットンが探しよった人。もともと依頼してきた人かと思った。こんな感じの人やったよね、あっちも。キャンプを設営するため、国一のところまで急がないとな。よし。これで OK なんか。え、どこ？ってことはあれか、あっち側におるってことか。寒いよー。超絶寒いよ、凍えるよ。え、でさ、なんか、あ、おった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 。あそこや。ふぅ。あ、若干ちょっと肌の色が違うんかな。それにしても寒い。真珠団はどうやって過ごしてるんだろうな。エイシロのこと、ありがとな。これでベースキャンプを設営できる。これでベースが増えた。ベースキャンプ設営完了。何かあれば立ち寄ってくれ。サブ任務78、氷山ベースの設営達成。ああ、よかった。おお、やってきた。寒いね。凍りそうな寒さでも活発に動き回るポケモンもいます。皮下脂肪が厚いのか、他に秘密があるのでしょうか。まあでも、も、え、なに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 ？なんか、二人。あなた、もう一回？寒すぎて指先の感覚がない。これじゃ仕事のしようがないよ。俺は団員ランクを上げたい。そのためにも団を取って仕事すれば。もっと温まるよう、焚き火を調整できる炎タイプのポケモンを譲ってくれ。サブ任務81、ホットのポケモン募集中。炎タイプのポケモン？火の扱いに長けた炎タイプのポケモン、譲ってくれるのか？いや、いいんだけども。あ、私もっとロコンは普通のロコンやったか。なるほど。はい、じゃあ、ブーバーでいいかな。はい、どうぞ。ブーバーいつでも捕まえれるけんいいよ。ね、うろうろしよるところ知っとるし。君のポケモンのおかげですっかり体も温まったよ。さて、仕事だ仕事だ。でも体が温まって、なんだかまぶたが重いような。よろしくないよ。おい。へく、寝るなぁ。は、ね、寝てないぞ。サブ任務81、ホットのポケモン募集中達成。よし。あなたは？風船割りや。寒い時こそ、走って割って、ですよ。おじさんは風船割りを営むもの。君、ポケモン一っ走りし、ポケモンと一っ走りしない？ポケモンに乗って風船ちゃんを割った数を競う熱い遊びだ。まずは30個以上、風船ちゃんを割ってみよう。おじさんはここにいるから、風船割りがしたい時は声かけてくれ。サブニーム79、トードの風船割り。ポケモンに乗って体当たり、目指せ風船割りの達人。よし。挑戦していきます。風船ちゃんは全部で50個。2分以内にいくつ割れるかな？パパパーンと頑張ってね。まあ、でも20個は逃しても大丈夫ってことよね。え、なんかさ、うろつきうるポケモンおるんやけど、あれは、普通に勝負仕掛けてくる系やん。やめてくれる？じゃあ違う次元とかでやってくれんかな。普通そうじゃない？確実にさ、ちょ、待って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 。やばい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 。無理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 。きついって。きついって。え、とりあえず何？今のところ1個逃しただけ？
一個だけなら大丈夫そう。あれか。ちょ、あ、怖い。あ、間違えた。間違えた。ちょ、マジでさ、ゴーグル扱いづらいんやって。待ってくれ。ゴーグルでさ、上いけんくない？いける？ギャー、マジで。あ、でもあそこから、おっと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 、あそこから飛んだらちょうどこの高さになるって感じやね。待って、もうあとちょっとしかないんですけど、時間。やばい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 。全然取れねえ。今 20？ そう、お疲れ様。今回割った風船ちゃんは20個だね。まだまだ駆け出し。そんな君にはこれをあげよう。アイナはスーパーボールを3個手に入れた。あざっす。くそー、いやー悔しい。めちゃくちゃ悔しいけど難しい。ふぅ、一旦村に戻ろう。はぁ、なんかちょいちょい変わりよるね。大量発生してるポケモン。あれ、てかさ、あれはメイン任務ってどこやった？天眼山か。どうして？山中ベース？山頂ベース？山頂やった気がする。ですよね、山頂ですよね。よし。とりあえずちょっと登っていこうか。もう結構サブ任務がクリアしたような気がする。え、今回でさ、めっちゃクリアしたことない私。ねえ、やばいよね。超クリアしたよね。たっ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 た。あ、やめてください。見つけないでください。間違えた。ここ入っていいの？岩の門に誰も通すなとの命令。もういいのかな？お前ちょっと確かめてよ。なんでお前呼びやねん。か、誰も通すなとの命令なら私のことも通してはいけないのでは。あ、乗れた。誰？おじいさん？なんか壁に絵描いとるよ、ポケモンの。おじいさんや。あれ、会ったことある？おお、あんた息災で会ったか。ムベさん、芋づる亭を休んで悪いの。芋餅を振る舞ってやりたいのに。電木目、食料補給の指揮を任せると言ってわしのような老屈まで使いよる。さて、使われついでだ。あんたを始末するとしようか。え、何？急に怖いんですけど。意味不明です。意味不明ですけど。わしは電木の懐刀でな。あやつの邪魔をする奴が現れたら始末する約束なのじゃ。邪魔をする？私なんか邪魔しようとしてんの？それにわしも安心して暮らせる新天地を欲しているのでな。あんたもご存知の目隠し玉、これをこうじゃ。ほう、貴様がキングを沈めたと聞いて血が騒ぎ心が震えたぞ。使いどころもなく衰えていく忍びの技、最後に振る舞う相手が現れよったと。なんか急にあれやね、姿勢良くなったね、梅さん。いつもな、振り合ったんかな。おー、なんかかっこいいやん。絶対若い時イケメンやったね。え、待って待って、しかも4匹も持っとるやん。待てよ、急な。寝るな。
寝るなよ。ちょっと待って、ポケモン変えたい。なんか特にないんですけど特にないんですけど、ゴーリキー全然ダメやね。リーシャンあたりか、入れ替え入れ替え。あ、そっか、エスパーやもんね。ダメだよ、サイドンでいくわ。つらいつらい。10万馬力。おほ、頑張れ頑張れ。やめてよ。何それ、何個持ってる。まだ持ってるとか言わないよね。おっと、耐えろ耐えろ耐えろ。よし、オッケー。へっへっ、せっかくの2連続攻撃が。いけーい、やったね。さあ次は何で来る。オーニューラ。ですけど、オーニュラって何タイプだ。悪、うは、サイドンがいけたのに地面タイプなんてこと。あ、待って、誰、ドクロック、リーシャンいないんだよリーシャンいないんすよ。ドクロックレベルがな、レベルがな、めっちゃ低いんだよな。待って、とりあえず大地の力、おっしゃ、いいよ、効果抜群やけん。いいよいいよ、一発。ふぅ。サーナイトかわいい。あ、待ってくれ。嘘。倒しては倒される。待って、誰がいける？ニューラいけるよ。よしよし。レベルが高え。毒好き。一発では無理かな。おっと、いけた、やった。いいよ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 。こっちの方が2体多いままいくるよ。最後エルレイドか。いや、マジ君強いんだってマジ君強いんだって。リーシャン、ゴーリキー、とりあえずリーシャンでいくか。とりあえずリーシャン行って神通力ちょ、頑張って。うお、いや、マジ君のね、そのドレインパンチがねきついんだよ、回復がね回復があるのでね。神通力、でまたドレインパンチやろう。ふどうかなこれ。この頃はゴーリキー君だけなんだけども、ステミタックルでどこまで減らせる、いけるこれ。やった、いけた。めっちゃギリギリいけたよ、よかった。もうおらんよねおらんよね、早かった。忍びの術も無用の時代となるか。なんとか。ただ、ゴーリキーにしか経験値が入らないっすよね。さすがよの。勝てぬ相手を何度も狙うのは愚かな忍びのすることよ。貴様のことはそれなりに気に入っておるのじゃ。ポケモンをうまく戦わせるからの。いいかいな。ポケモンは恐ろしい生き物よ。拙者も電木も
暴れ狂うポケモンに故郷を焼かれただけではなく、同胞が幾人も命を落とした。それゆえ電木は安心して暮らせる新天地を、ここ翡翠地方に作ろうとしている。そのためなら強行手段も辞さぬだろう。強行手段？なんかあれやね、電木対団長とも戦うことになりそうな。もしもだ、時空の裂け目よりポケモンが現れたなら、電木は我を忘れるやもしれぬ。貴様の強さで助けてやれ。とびっきりの芋餅をたらふく食わせてやるからの。びっくり、去ったんかと思ったらおるんかい。あれやろ、またさ、次村で会うときにはいつものムベさんなんやろ。あ、全員回復しとる。なるほど、全員回復しとった。めっちゃ回復しに戻ろうと思いよったのに。なるほどね、助かる。でもこの先に今すぐ進むのはちょい怖いんで、まあ、次回ということで。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、あの先に進む前にレベルを上げてから行こう。じゃないとね、ここの時点でこれってことは、まあ、確実にラスボスとかがおるわけやけん無理やんね。で、多分電木さんとも戦うことになりそうやし、最低でレベル60は必要ね。まだ40代のやつとかおるけん、それはちょっと上げていこう。